毎度ーやです。昨日もおとついも3日前も高評価チャンネル登録マジでありがとうございます。ほんまに伸びがえぐくて、もうちょっとで3万人というね、もう夢の舞台です。はい、3万人だったらライブします。僕はい、もう感謝で、もう皆さんに感謝しようかなと、感謝祭ライブします。てなわけでですね、早速で動画の本題の方に戻りたいと思います。本日の企画はタイトルホルダーのあの選手の方が育成の方完了してません。浅村選手でございます。素晴らしい、かっこよすぎる、マジでベスト9タイトルホルダーの写真もう全員かっこいい。というわけでですね、早速で浅村選手のを使っていきたいと思います。まあ、守備の方を見てもらったら分かるんですが、 D 弾です。マジでこれがネック。特殊能力見てもらったらいいんですけど、レベル4しっかり上げさせていただいております。はい、そしてね、今から称号チャレンジの方やっていきたいなと思います。それでは称号チャレンジレッツラゴー。まあ村上さんのこともあったんで、まあ、星1は確実に消しておいて、まあここでね、星3が出て勝利の使者が出てくれたら完璧。さあみんなで願うぜ、勝利の使者しかない。一択、これワンチャン来た。なんて読むのそれ。まあすごい、あらすごい、ビート79ステータスバカ高だったんやけど。最強の浅村さん完成させていただきました。皆さんありがとうございます。めぐない、このミートプラスさん、いやなかなか良かったんちゃう、称号チャレンジでね。今回浅村さんちょっとリアタイで使っていくんですけど、ただ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 浅村さんをリアタイで使うだけやったらめちゃくちゃおもんないので、ちょっと考えさせていただきました。皆さんこれを見て分かった方は、もうあなたは僕のファンでございます。てなわけでですね、今回の企画は、まあ、セカンドの DH 見てもらったら分かるんですけど、セカンド強奪戦企画。てなわけでですね、今回はヒットの数を争ってもらうかなと思います。浅村さんと山田のてっちゃん1番2番で置いております。でここでね、しっしっかりヒット打った数で勝負を決めようかなと思います。ってことで早速ね、リアタイへ一滴マッチョ。さあマッチングしました、中野になんて呼ぶか分からんけどよろしくね。さあ浅村さん来たー、えぐいパワーイスター効果、見てこれパワー S 乗ってます。この伸びだるいな、ちょっとミートこれ下げられてる、引っ張ってナイス、使いやす、足遅っ、長打打てへんの、単打なんそれ、足遅ない、大丈夫。さあレギュラーかかってるよてっちゃん、打っていこうぜ、ごめん引っ張ってもうた、ごめん。レギュラー落ち、さあやってまいりました。当然ながら3番バッター村林でございます。今回ねちょっと企画があったんで、ちょっとねごめんなさい、3番に置かせていただいております。ここバッティングカウント、次ストライクる、流してナイス、いやもうすめっちゃバースやん、何それやば。ここちょっとノーヒットは情けない、ノーヒットじゃない、点数取らない、ちょっと情けない場面、チャンス、いやなんでそれ入らんの。さあここ初手ツーシーム張ってる、おいはいはいはい、さあここワンボール、さあキーの集中して打っていく、引っ張ってるーナイス。みんなせーのかき割り、みんなついていけてるか、ここ浅村さんで打ちたかったところやったぞ今の、いやー藤井さん、藤井さん使うの、まだ使ってる人おったん、フルカウント、さあ引っ張り警戒、流してる、あー菊池さんうますぎる。菊池さん来た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 、もう一打席待ってきたね浅村さん、ここツースリーツーシーム、速球は張る、な流してる、これはナイス、ガチ打ちやすい、やばいやば、めっちゃ打ちやすい浅村さん、おいでっちゃんお前、こんだけステータス高いのにさ、ここ負けてられんやろ絶対、このステータスやばない、
いミート87バー95元のステータスが高いからさ、ちょっとでも特殊能力出たらこんだけ上がるよ。引っ張って、いやーなぜパワーフル、なんでそんなてっちゃん僕のこと嫌いですか。さあもう村回しここ打ってもうさよなら終わろうぜマジで。もう2回の裏やで。皆さん特別延長の時間がやってまいりました。はい、相手ねなかなか打ち寄るね、ほんまに藤川さんも簡単に打たれましたね。ここ決め球スライダーでやろ、スライダーでバッチリカバーして、さあショート、あいつ坂本ちゃんうまい、ここもう一発ストレートありそうやな、流してこれはポテンコメン、ポテンコメンよ。さあなんでも来いスラムスクリュー、ストレートなんでもいいよ、やってもうた、やった、次の試合へゴー。さあマッチングしました、この方ちょっと待って、関東で当たった人やわ、勝率10割負けなしですか。またモサが来れば来るほど燃える男、ヤンのゲームチャンネルでございます。さあ相手のリボン一括、さあ一番バッターからね、相手いかつい打線が始まるんで、まあこれはね一番最初で甘つしから攻めようかなと思います。あえてねここでカウント取りたいところ、やばいこれはナイス、オッケーオッケーオッケー、その初手のワンアウトでかすぎる。さあもう一回ここ外角のストレートバッチリかましてうまい、かましてうまい、かましてうまい、マジかよもう一生投げん、どの外角一生投げへん、俺転がすから思った。ツーシーム低めいこう、これツーシーム低め、オッケーボール、でかいストライト取れる、オッケーオッケー、ツーアウト押し、低め刺さってんちゃうこれ、また低め刺さってんじゃないの。さあここストレート1回内角ぶち込んで絶対ボール、オッケーオッケーオッケー、さあここでもう1回内角ぶち込むと見せかけした。さあここギリギリでいいよ、甘い取れる、いやー何してんねん村林、これ低めツーシーム、これギリギリベストピッチナイス、いやいやいやナイスー、でかいその3失点かい、1点で抑えれた、やばー神がかってる、この試合ごめん勝ち申しました。さあ相手が山本ちゃん打っていこうぜ、浅村さん本日絶好調でございます、2打席2安打絶好調、3打席3安打猛打賞、ファースト全然走らんやん無理な今の、今の無理、打球が速いんか、ソフトバンク、なるほど、さあてっちゃん絶不調よ最近、流してるナイス、オッケーオッケーオッケー、さあてっちゃんはしっかり、てっちゃんもさすがに今のは無理か、打球が速いからしゃあない、それはしゃあない。さあ村林やばいわー、みんなもうこれ勝ったやろ、さすがにノーアウトやで、だってこれで負けたらもう俺もう引退するわプロスピード、ボールオッケーオッケー、ボール球でかい、さあここ集中流してナイス、あやっきゃー、それ入ってたら結構でかかった。さあ集中、引っ張りすぎ引っ張りすぎ、オッケーオッケー、さあ集中、ツーシーム警戒、ボール、ここも見よっしゃー満塁、また満塁でございます皆さん。さあギータ頼む、ここでホームラン出て、ホームランホームランで終わり、ツーシーム張ってて一発、ごめんミスった、危なー、ごめんそれはマジでごめん、オッケーオッケー、さあツーストライク、さあツーシーム張ってる、一発でやぶねーそれはでかい、まるまるまる、よし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 、4対1はでかい、みんなごめん、まだノーアウトですよ、で3、2塁です、はい、ここもう完全に打って、いやーそれもったいない、押しつけ押しつけ押しつけ、ここコールドで勝たちょっとやばいぞマジで、ツースリーツーシーム、いや売り遅れてるそれ、いやマジかよー、それはやばい。さあマスタカさん頼むマジで、絶対ここのツーシーム、絶対こっちツーシーム来るから、それをストレート来たらスプリットだぞやばい、山直てっちゃんの浅村さんレギュラーです、はい、さああとは抑えていきましょう、もうこれはね低めのツーシームとかちょっと混ぜ持ってやっていくわ、これだ低めストレートいこうか、ここビタビタ絶対ビタビタ
日は室林でよかった、マジで。これだ、フォークボール行こうか。フォークボール頼む、裏上げてくれ。マジかよー、あ、しゃあない、それはしゃあない。ここだ、ツーシーム、一回ボール球、これボールでいいよ、ボール OK、 OK 大丈夫です。でここでストレート内角ぶちかましていこう。これ絶対ボール、絶対ボール、でかない、でかない、でかない、よしよしよし、ツーアウト、やばい、相手10割やで勝率いけてる。みんなこれ勝った時マジでどうする、みんな、もうこんなもド派手にパーティーやろ。さあ村上さん、さあピンガさん出てる、しっかりピンガさん出てるから、これ内角フォーク一回ぶち刺して、これボール球でいいよ、 OK。マジですかもう猛者すぎん、それ打てんのそれはやばいやろ。ここもう一発ツーシームぶちかまして取れる、いや無理か、かー無理か、しゃーない、しゃーない。さあ岡本ちゃん連発アーチって怖い、これパワー乾燥してるって。まあ広角出てないだけ大丈夫か。これストレート下行こう、とりあえず下行って低め、おーでかい、でかいぞこれ、超ごめん、ガチでちょっとちょこちょこ牽制挟むわ。ストレートこれビタビタ、絶対ビタビタ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。でストレートもう一発、さあビタビタでいいよ、オッケー、でかないそれ、超ごめん、一回牽制挟まして、一回牽制挟んで、これだ、一回さあツーシーム行こうか、これツーシーム攻め行こう、オッケー、いいよ、そんな感じそんな感じそんな感じ、ツーシームギリギリ、ベストピッチナイス、ギリギリ、あかん、それはちょっと